はい、お願いします。お願いします。片岡さん、マイケンさんも YouTuber になってるんですね。びっくりしたね。PL の後輩ですよね。ちょうどね、はい、彼が、俺が2006年に引退したんだよ、うん、で、6年に引退して、初めて PL からね、はい、声に来てくれた。おお、やっとかと。すごい、やっと、待ってたんですか。やっとかと。ほんで、11月ぐらいかな、はい、に、久々に富田林領域行きました、学校に行きました、はい、そしたらちょうどその時の、うん、ドラフト会議で前県が広島にドラフト1位指名されたんです。そのタイミングだったんですね。で、まあ、もちろん先生がね、はい、カープに入団する前田ですと、え、もちろん、ドラフトの候補にも上がってたし、選抜ベストに入ってたんでね、はい、ドラフトかかるんやなと思って見てたんやけど、はい、まあ、ひょろひょろっとした感じの子でね、はい、この子プロで大丈夫かなみたいな心配、うん、で、おい、プロはお前ちょっとここやってね3年頑張れとか言ってね。そんな言い方、そんなもんやピールやねんか。そ、あ、なるほど、そんなもん。へぇー、頑張るよ、はいはいとか言ってね。あ、はい、それが今あんなんと思ったメジャーリーガーになっちゃって、そうだったんです。じゃあ、そうそう、そんなカープに入る前にお会いしてたんですね、先輩後輩として、まあ、あったやか、その婚姻行った時1回だけやけどね、まあ、試合カープとタイガースがやるときは、うん、もう俺コーチやったけど、はい、まあ、試合前に挨拶来てくれたりするからね。あ、やっぱりそこはいつまでたっても先輩後輩、それはもうしょうがないしょうがないですね、うん、そうですか。私が見たマイケンさんの動画では、うん、なんか PL 時代のきつい練習っていうのを紹介されて、はい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 、あの練習についてちょっと教えていただけませんか、うん、そう、まずなんか3位が真夏のベースランニング、きつかったとおっしゃってたんですけど、なんかそのファーストに10本、はい、で、オーバーラン10本、はい、セカンド10本、で、サード10本、ホームラン10本か、はい、で、ちょっと向いたり、うん、コーチが受けてだらけてると見れたら、なんかやり直しみたいなこと言ったね。怖すぎる。もちろんあれはなんか新人になった一番の練習がベースラインらしいね、はい、うん、まずは走らされるんですね。だから、これは俺たち時点なかったけど、あ、そうだったんですか。だから俺たちの夏の練習っていうのは甲子園に出ないと、うん、夏が長いから、とにかく甲子園に出たかったの夏が長いのが嫌だから、この練習は多分しんどいと思うよ。いや、もう聞いただけでちょっと気持ち悪くなっちゃいました。1時間かかるよね。うーん、で、真夏でしょ。はい、まあ、でもそういう風な、まあ、PL の場合はやっぱりスタートが肝心ということでね、やっぱり初めはすごいそういう風な、ことからスタートしますよ。精神的にきつくないですかこれ。いや、だからそういうことを乗り越えないとやっぱり大阪のね FX 戦区は勝てないっていうことです。勝てないぞっていう、まずは。俺らの時も、はい、グラウンドにこのグランセルするバンカーがあるんやけど、はい、新チームになった時は絶対曲がってくれへんだよ、お前らが自分でやれと、自分でやりなさいと、そういうところから自分で一生懸命やれと、うん、だそれはもう新チームだったら絶対そういうことしてくれへん。そうなんですね、うん、そうですか。まあ、でもこれはこんなことしたいなとかしんどいと思うよ。きつかったでしょうね。さあ、そして2位がね、声出しというふうにおっしゃってました。これ聞いてたらね、うん、俺たちの時間層って言って、ええ、聞いたら、この1週、2週、まあ、1週やって休んで、で、2週やって休んで、これを5週まで行って、次また1週まで帰ってくるっていうふうなことやねんけど、全員が声出して足を揃えて走るっていうことね。難しそうですね。これもね、もう、これも俺らは冬にやったの。冬にやってたんですか。これは、めちゃしんどい。ただここで、やっぱりみんなでね、遅いやつを助け合うというかね、みんなでカバーし合うと、もちろん、多少はそれは、これだけのランニング量でね、うん、列も乱れてきて、足も揃ってないんだけど、はい、それでも必死で揃えようとするね、うん、全員の気持ち、はい、それがやっぱりそのレギュラーだけじゃなくって、新しい新人の2年生、また1年生全員が一つの目標に向かって、やっぱこれからやるんだっていうようなことで、こういう練習をさせてもらうよ。そういう意味があるんですね。これは時間走、これも多分しんどかったな。でもいい練習ですか、チームワーク。いや、当時なんかいい練習もくそ思わへんよ。ええ感じで思ったけど。ええ感じにせよ。もうほんまになんかね、本当に当時なんか走でも、なんか、怪我したかったみたいな感じ。みんな多分そうと思うよ。相当精神状態やばいじゃないですか。いつ終わんねんみたいな。本当になんかふーっとなってくるよ。気絶しちゃうってことですか。いや、それぐらいしんどくなって、なんか体がしびれてくるような感じ。うわそのやっぱそこを超えないとあかんっていうのは、はい、多分ことを教えていただいたと思うね。教えてもらったんですね、片岡さんも。ええ、なるほど、強くなりましたね、じゃあ精神的に、本当に、うん、そして1位が3本ノック。これはなんか聞いてたら、これも当時、俺の時なかったね。あ、なかったんですね。各ポジションついて、うん、まあ、
一本一本全部全ポジションやって、それを3週ノーエラーにするってことでしょ。はい、まあ、これも終わらんのね。辛いですね。やっとこうですよ、あのディズニーに入ってくるわけ。あ、そうですね、やっと。だからそこでそれも、はい、だから3本やから全員が集中持ってやりなさいと。もうそれの表れやろね。うん、だまたこれを夏場にするっていうのがきついんちゃう。きついでしょうね。そうです。俺たちの時と、まあ、もう20年ぐらい違うのかな。そういうことになりますね。でもやっぱり全然 やってる内容は違うね。変わりましたね。俺たちの時は、確かにこの、声出したから時間数はしんどかったし、はい、何がしんどかったって言っても、うん、練習やろ。練習で、はい。練習の内容自体はこんなに激しい練習はしてないよ、俺たちは。あ、そうだったんですか、片岡さんの時代は。これね、他のね、チーム あの選手が聞いたらね、みんな、え、嘘やって言うの。お前らは3時から始まって6時半に終わったわけや。短いですよね、練習時間は。だから、ほんまにって。ただ試合になったら、お前ら何考えてるか分からへんような、うん、みんな雰囲気があったってわけです。オーラが出てるんですね。オーラかどうか分かんないけど、はい、何してくるか分からへんっていう。怖さが。で、負けてても、はい、追いつかれるんじゃないかっていうふうな、んまあ、恐怖感があったと。おー、いいチームですね、それは。それ、ハンガー全部走るんですよ。すごい。でも僕らはしんどいな。冬の練習はしんどいですよ、やっぱ。なんでですか。いや、走るからです。あ、走るから。だから、まあ、3位から行くとね、どれが知ったかな、冬の練習の、まあ、この声出しのあるけど、はい、PL のライトポールから決まってるんです、当時。あのホームベースからグラウンド1周は1分5なんですよ。ほう、時間が決まってるんですね。ほんで、ライトポールからは45なんです。はい、ほんで、宇宙間に赤い、ね、棒があるんですよ。そこから38なんですよね。おお。だからそれを10本ぐらい。やったかな。でそれはまあインターバル走っつって、うんうん、でその最後その時間走、もしくは5周競争っていうのを、まあ、6分半かな、うん、で切れなかったらもう1周で、その際にその、まあ、冬のランニングはやっぱそのここで声出しっていうね、はい、ほら時間走っていう全員並んで、はい、あの足揃えてやるんだけど、うんまあ、俺なんかあの足遅いから、みんな足遅いやつの後ろと、はい、あの左右に足速いやつを置くわけよ。おお、なるほど。ほんで押してくれよって押してくれよ。でそれがやっぱりチームワークですよ。ああ、なるほど。ほんでもう俺なんか押せるから最後こんなんってくるやん。ほんでもっと押せとか言ってね、最後もうヘッドスライディングですよ、ホームベースで。まあ間に合わないから、もういや、みんなでもそれは必死でやるわけですよ。うわー、すごい。よくその秒数まで覚えてますね、片岡さん。それぐらいね、地獄だった。でもこれはもう避けて通れへんじゃないですか。うん、そうですね。レギュラー取って試合出るためには、まあ、3位これやね、はい、で、2位はね、2位はどうですか。ちょっとねこう違うんだけど、僕らやっぱりねシートノック、シートノック、前駅で売ってる量じゃなくって、はい、僕らの中身、うん、緊張感っていうのは、はい、あのシートノックやな、やっぱり。緊張感のあるシートノックだったんですか。こんなにね3本ノックみたいになると、俺らは5本4本なんで、はい、ファーストに5本、ゲッツー4本ですよ、うんで外野角1本ですよ、はい、それだけなんですよ。少ないですね、うん、でも本当に PL のねシートノックはほぼエラーしなかった。みんなでその1年生の時からその中に入れてもらって、はい、やっぱりその3年生のプレーを間近で見るわけや。でその3年生に俺がパッと取ったらファーストに清原さんがおるわけやんか。清原さんがうわーと思って、清原さんやと思ったらもうこの辺からこうスローモーションになるわけや。手が離れへんわけよこうね。ほんでもうそんなもうボールなんか無回転ボールやん、サッカーちゃうで、無回転で行くわけ。はい、おい回転してんのなんて言われてね、それは怖いんや。怖そう。もうそれでもうなんかこうなんとかもう執念でこれ持っていくというふうな。だからまあそのシードオンがまず意味違うけどやっぱり2位やな。2位。1位はね、これ夏場にね忙しくてあるの、はい、ちょうど俺7月1日、7月の1日から春、はい、夏休み入るんで。でそこから10日間っていうのは午前中はもう個人ノック、個人ノック、個人ノック、はい、レギュラーメンバー入った選手は、うん、1時間とか個人ノック出るわけですよ。1時間も、はい、でそこでもう本当にまあ、昔は専門と言われたのね。専門、うん、先輩方が専門されたって言うけど、はい、俺らの時はちょっと減ったと思う、うん、それは出ていただいた小田さんがちょっと減らしてもらった。小
岩田さんのおかげで。だからこう水とかバーンかけてかけたような時代だったらしいよ。やっぱそのそこでもうその暑い中その10日間ねそれやりきるという、はい、そこでやっぱり最後の3年生のクソ力を、はい、やっぱり最後のクソ力をつけて、うん、これで、大会に臨むんだっていう風なね、すごい最後のこう練習みたいな感じ。合宿はもうすごかったんですね。じゃあだから3年生も最後やから、うん、もう気合も入ってるし、うん、で午前中その練習やって、まあ、午後からはもうバッティング、でそのを10日間やったらメンバーはそこから調整期間に入るわけ。うん、調整。でそのそこはもうメンバーは午前中で終わるんだけど、うん、でメンバー外はその午後からあの OB がたくさん帰ってこられるわけよ、ノックうちに帰ってこられるわけよ。おお、やってくれるんですね。やっぱり当時はもう怖い先輩ばっかりやからあの全日本の先輩とかね、はい、皆さんが帰ってくるわけよ、はい、もちろん俺たちはスピード制度って言って3年生の選択もしなきゃあかんけど、付き人だからその3年生の方の付き人やった方の選択もらしなあかんねん。OB の人が来たらじゃあそれもやんなきゃいけない。そうそう、だからもうあの先輩は怖いから頼むぞって。でもそんなもんこれジェイさん夜も寝られへんぐらいの緊張感とか。でみんなそうやって OB の方がノックしていただいて、はい、でその OB の方と紅白戦 OB 戦やるわけよ。ほなそれは大学のジャパンの人がさ金属持ってやんねんか、ボロ負けやん。フォロー負けで1点につきね、1点差につきベーランホームラン2周やねん。わー、コールド負けしたらかける2やねんか。やばい。ほなコールド7点差やんか。ほな14点のかける2で28点差やかんねん。嘘でしょ。それもまた違った番外編のって言ったら地獄で、メンバーの人が上からおい頑張るよとか言われてさ、もうほんまそれは今となったら頑張ってやっぱりメンバーに入ってね、はい、うん、俺たちもあの午後からあえて休めるようにね、うん、したいなと思って、なんか1年生2年生の間にね、あの過ごした思い出があるね。うわーすごいですね。脱落する人とかいないんですか、合宿とか。あの脱落というか、うん、あの逃げる人いるよ。いるんですね。いやいや、それはもうそんなもうそれぐらいあの、うん、あの怖かったね。その言い方、あの怖い、うん、恐ろしい。一回逃げたらなかなか帰ってこない。そうでしょうね、うん、もうなんかやっぱり一回そのなんつもあのレッテル貼られるやんか。ああもうあいつは負け組だって、うん、まあそこから立ち直ってきたやつもいるし、うん、だ聞いたね昔の先輩なんか、うん、もうやっぱ厳しい先輩がいすぎてね、はい、もう後輩の人自ら小屋に電話してたっちゅう、うん。それはまた今度。